ルビレックス BB NGT48 ブースター感謝祭オーバータイムかかとを鳴らせ始まりました。まず最初に私たちからご挨拶をさせてください。はい、 NGT48 のレニアこと政治レナです。よろしくお願いします。はい、ヤヒコこと村井ひなたです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あおちゃんこと古舘あおいです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで今回はこの3名が代表して参加させていただきますが、かかとを鳴らせ選抜メンバー12名みんなで事前のアンケートをしています。それがこの後に行われる企画に役立ってきますので、皆さん実質12名参加ということで、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに B リーグが定める B1、B2 リーグの試合実施要望の第7条には、各試合にエントリーできる選手の人数は1チームあたり10名から12名とするとありますが、この配信もここにいない9名を含めてかかとを鳴らせ選抜12名の全員で盛り上げていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回の配信は5月に行われましたブースター感謝祭のオーバータイムとして行います。ちなみにオーバータイムとはバスケットでも使われている言葉ですけど、あおちゃん、オーバータイムの意味わかりますか？延長戦です。おお、さすが。まあそうですね、台本にも書いてあるもんね。その通りです。はい、前回のブースター感謝祭ではNGT48 6枚目シングルにアルビ BB 応援ソングが収録されること、その曲を感謝祭に参加した12名が担当すること、そしてセンターをここにいるレコちゃんこと諸橋ひなたちゃんが務めることを発表させていただきました。今回のオーバータイムとなる配信では、すでにお伝えしています通りアルビ BB 応援ソングのかかとを鳴らせの音源を世界初解禁します。6月23日水曜日にリリースされる NGT48 最新シングル「オーサム」に収録される4曲のうち、唯一まだ解禁されていない「かかとを鳴らせ」がついにお披露目になりますので、皆さんお楽しみに。お楽しみに。お楽しみに。はい、そして今回の進行はオーバータイムということで、前回のブースター感謝祭に引き続き私が担当させていただきますので、よろしくお願いします。ちょっとすでにすごい噛んじゃってるんですけど、ちょっと緊張してますが頑張ります。では早速かかとを鳴らせ解禁の瞬間をご一緒していただく選手の皆さんをお呼びしたいと思います。柏倉哲平選手、西田雄大選手、お願いします。お願いします。わー、身長高い。よろしくお願いします。はい、ぜひ自己紹介をよろしくお願いします。はい、新潟アルベックス BB 柏倉哲平です。よろしくお願いします。はい、おでんくんこと新潟アルベックス BB19 番西田雄大です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柏倉選手は前回の感謝祭で私と草加彩奈と一緒に、司会進行させていただいたということで、その節はお世話になりました。こちらこそありがとうございました。本当に今日も、私一人でちょっと不安なので、ぜひMC ちょっとサポートしていただけたらなと思います。そうですね、できる限り、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして西田選手は前回は参加してないんですけど、はい、今回初めてということで、はい、初めまして。初めましてですね。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の配信はこの5名で行います。そして参加しています選手とメンバースタッフは事前の検温や消毒、体調確認をするとともに、それぞれのチームやグループ、そして施設の定める感染対策を遵守し参加させていただいています。そしてですね、本日もエンゲートにて配信を行っております。1000ポイント以上ギフティングをしてくださった方には、本日の配信メンバーよりお礼のメッセージ動画をプレゼントします。イベント参加にはエントリーが必要となります。エンゲートの新潟アルビレックス BB ページのイベントよりエントリーをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速アルビ BB 応援ソングかかとを鳴らせをお聴きいただきたいところなんですが、せっかくなのでまだまだ引っ張らせていただきます。
はこちらの内容でお送りしていきます。じゃん、こちらです。はい、今日の配信はですね、バスケの試合と同じく第1クォーターから第4クォーターまで企画があって、オーバータイムで最後にお知らせをするというこちらの流れとなっております。はい、それではよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは早速第1クォーターとなる最初のコーナーに行きたいと思います。はい、じゃん、ブースター感謝祭、第1部を振り返ろうです。はい、こちら5月に行われた感謝祭の第1部に NGT48 も参加させていただきました。若手選手6名とメンバー12名でいろいろな企画をやらせていただきましたが、この時のことを振り返っていきたいと思います。こう写真もたくさんあるんですけど、やすこちゃん、はい、どうでしたか。はい、これまでのコラボ活動をこの日に振り返ったんですけど、改めてこうアルブレックス BB さんと NGT48 がコラボさせてたくさんさせていただいたんだなということを実感できて、すごくとっても嬉しかったです。はい、こうやって接触をして、ね、初めてイベントをしたので、うん、私たちもすごく楽しい、はい、時間になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。あおちゃんはどうでしたか。はい、そうですね、マックス時315号を選手の方とメンバーとアルド君でパフォーマンスさせていただいたんですけど、その本番が始まる前に私たちは選手の方に振りを教えて、で選手の方は私たちバスケの、うん、話をフリースロー対決の話をしたりとかして、本当に何だろう、今までのコラボ活動ではできなかったようなことができたので楽しかったです。うん、その時間、そのダンスを教えてたりした時間、私も本当に司会進行が緊張しすぎて、でもその場にいなくてもうずっと台本書かれてて、その時間は一緒にできなかったんですけど、そうやって普段できない経験をさせていただいて。どうでしたか、難しかったですか。いや、めちゃめちゃ難しかったですよ、本当に。でも、みんなしっかり踊れてた。いや、すごい熱心に練習してくださってて、めっちゃ嬉しかった。教えてくださる皆さんが本当に丁寧に教えてくださって、踊らなきゃいけない、踊れなきゃいけないっていうプレッシャーもありながら。ありがとうございました。ということで、さまざまな企画をやってきたんですけど、当日はオフィシャルカメラマンとして活躍してくれた古澤愛菜が撮影した動画もあるということで、ちょっと用意していただいているので見てみましょう。こちらです。おー、うわー、懐かしい。選手の皆さんも緊張してますか。あれ、そうか、やっぱり NGT のテキストとかです。知ってた、ね、NGT のテキストあんまり聞いたことはなかった。音声が音声聞こえてるのか。よろしくお願いします。あ、じゃじゃんじゃじゃん、アルミ DD NGT48 のトークセッション。イエーイ。長岡の小学校とか保育園にお邪魔させていただいて、めちゃくちゃしゅうな。柏原選手と林選手がバスケを楽しんでしNGT48 と一緒にダンスをさせていただいたり、やりましたね。やりましたね。子供たちと触れ合って、本当に自分たちも元気もらいましたし、本当にとにかく癒されて、恋するボーチングクッキー、その日完璧に覚えましたね。そうなんですよ。Bチーム頑張りましょう。Bチーム頑張る。まさかビーチの選手2人とも外した。2人とも外して、お願いします。あ、バスケ経験者、我らが来て、前が
上手でしたよね。本当ですか。上手でしたよ。全然緊張しなかったんですよね。すごいよ。本当にすごいと思う。めっちゃじゃん。緊張しましたかね。緊張しましたよ。本当ですか。めちゃめちゃ緊張しました。外せないなっていう。確かに試合とはまた違った緊張感。テスト苦手ですもんね。苦手。フリースローは苦手なんです。私はクラ。私はクラ。グラだよ。緊張してるけど。めちゃめちゃホッとしました。
ただきたいなと思いますし、メンバーの中でなんか運動会をやりたいみたいな言ってるメンバーがいて、はい、どうですか運動会をしやるってなったら、いや、いいんじゃないですか、盛り上がりそうですね、やりたいなって思ってるので、あの現実にできるように頑張りたいと思います。はい、ということで以上、ブースター感謝祭第1部を振り返ろうでした。ということで、続いてのコーナーに行きたいと思います、はい、続いてのコーナー、第2クォーターとなるこちらです。じゃん、推しメンを決めてもらおうのコーナーです。イエーイ、これからも新潟で活動する仲間として活動を続けさせていただきますが、もっとお互いのことを知っていた方がより団結力や即決力が増して活動を盛り上げていけるんじゃないかということで、柏倉選手と西田選手のお二人には推しメンを決めていただきたいと思います。よろしくお願いします。なかなか難しいと思うんですけど、こちらに、かかとを鳴らせ選抜メンバー12名がいます。じゃん、こちらの12名の中から選んでいただきたいと思います。あ、こちらですね、ちょっと、はい、ちなみにこちら私のところに柏倉選手とありますが、これはそれぞれの推しメンということで、柏倉選手、西田選手は小宮山沙羅ちゃんと古舘葵ちゃんが推しとさせていただいています。ちなみに事前アンケートでメンバーから一番人気を集めたのは大谷選手ということでした。はい、私はフリップにもある通り柏倉選手を推しにしていただいてるんですけど、初めて生で試合観戦をした時になんかすごい点差が開いてたんですけど、最後の最後でほんと数十秒のところでシュートを決めていて、それがすごい印象に残っていて、あとこの前のブースター感謝祭で一緒に MC をさせていただいた際にすごい MC お上手だなって尊敬しているので、推させていただきます。ありがとうございます。はい、あおちゃんは西田選手ということで、はいはい、私 NGT48 の中で最年少なんですけど、西田選手もアルビさんの中では年下ということで、はい、この共通点でね、応援を推していこうと心に固く決めました共通点が、はい、でもまだプレーは見たことなくて、なので今度見れるように、はい、試合見に行きたいと思います。ぜひお願いします。はい、ということで、やひこちゃんは、はい、ロスコ・アレン選手ということで、はいはい、私はロスコ・アレン選手なんですけど、ロスコ・アレン選手の試合のプレーが本当にかっこよくて、生で会場で見た時のロスコ・アレン選手のプレーを見るといつも本当に圧巻でめちゃくちゃ感動するんですよ。だからすごい推してます。はい、ということで、はい、推しメンは決めていても、推し選手を決めていたとしても皆さんのことを応援しているので、はい、これからもかっこいいプレー見せてください。はい、はい、それでは、柏倉選手、西田選手に推し面を決めていただきたいと思います。ということで、参考になるように事前アンケートでそれぞれのメンバーからアピールコメントをもらっているんですけど、ちょっとお二人から気になるメンバーがいたらちょっと紹介しますので、私たちが詳しく、はい、ぜひ気になるメンバーをちょっと指名していただけたら。これ複数でもいいんですか？あ、気になるメンバー、最終的には一人を選ばなきゃいけないんですけど、決めてほしいんですけど、まあ、みんなそれぞれのアピールコメントあるので、気になる方の聞いていけたらなって思います。じゃあ僕からいきますか。あ、お願いします。僕はもうやっぱりニャーニャーコンビです。うわーニャーニャーコンビしか勝った。嬉しい、ありがとうございます。じゃあちょっとニャーニャーコンビからのアピール、はい、お願いします。草壁アイナちゃんからは、バスケ経験はないですがチアリーディングを6年間習っていたので応援には自信があります。12名の中では年長の方ですが、歌もダンスもトークも誰よりもフレッシュに頑張ってアルビ BB さんをもっともっと盛り上げていきたいと思っています、ということでアピールコメントをいただいています。でも私からもいいですか？はい、私はすごいバスケ経験ないんですけど、さっきも映像にあったようにフリースロー対決でシュート
決めちゃうっていう逸材ですもん、はい、逸材的な部分があったりするので、これからもまたフリースロー対決の企画があったらまた勝ちに行きたいと思っています。はい、ありがとうございます。嬉しい、ニャーニャーコンビを増やせた、一人増やせたということで、じゃあ西田選手も、はい、気になる誕生日が一緒の人が、はい、そうなんです、寺ひなちゃん、すごい、寺ひなちゃんはね、はい、普段からアルビビビさんのコラムを書かせていただいたり、たくさんアルビビビさん熱愛が高いメンバーなんですけど、寺ひなちゃんからのコメント、バスケが大好きな気持ちとアルビビビへの愛はメンバーの中だったら誰にも負けません、ということでメッセージをいただいています。まあ、気になるメンバーを挙げていただいたんですけど、ちょっと他にも紹介してもいいですか。ぜひお願いします。ちょっとうちの小宮山沙羅ちゃんなんですけど、小宮山沙羅ちゃんは西田選手推しということで、理由は私のお兄ちゃんに激似だからです。ということで、試合中もすっごくかっこよくて、でも見ているうちにお兄ちゃんに見えてきて、お兄ちゃんのことを応援している気分になりました。これからもよろしくお願いしますということで、お兄ちゃんのそっくりということで、じゃあお兄ちゃんも相当イケメンで、そうですね、でも西田選手は最初のニックネームでもおっしゃってたように、はい、おでんくんに似てるというキャッチコピーなんていうんですか、おでんくんのニックネームで、はい、おでんくんで行かせてもらってます。その質問、富山沙羅ちゃんからの質問でいつからおでんくんに似てるって気づいたんですかって。気づいたっていうよりはもう周りから自然と言われてた。そうなんですね。2人から見てどうですか。どうですかって素直に、はい、似てます僕もそう思います。はい、私もそう思います。はい、ということで他にも気になるメンバーいたりしますかね。いや、大丈夫です。それでは最終的に推名を決めていただきたいと思います。それではまず柏倉選手から発表していただきたいと思います。はい、そうですね、お願い。やっぱり一緒に前回の感謝祭でもMC を手伝っていただいて、本当に楽しかったですし、本当に頼もしかったんで、もうニャーニャーコンビは僕の中では押していこうっていうことだったので、いや、嬉しいです。その中でもやっぱり今回もご一緒させていただいたということで、セイジ・レイナさんの方を押していただきたいなと思います。嬉しい、ありがとうございます。私もこれからも押させていただきます。でもニャーニャーコンビは2人で1つみたいなところあるので、あ、そうなんですね。ぜひいつかニャーニャー公演にも遊びに来ていただけたらなと思います。はい、嬉しい、ありがとうございます。ということで西田選手は、はい、さっき気にかけてきたんですが、やっぱり最年少コンビ、もう古田で、はい、ありがとうございます。嬉しい、最年少コンビ、頑張ります。頑張ります。はい、嬉しい、嬉しいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あおちゃんからもアピールコメント。あ、それは恥ずかしいな。でもなんか今度劇場に遊びに来てほしいなってすごい思ってるので。ぜひ、はい。またそしたら推し編。確かに。推し。そんなすぐポン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 変わんない。本当ですか。でも配信見てくれてる方も皆さん結構ね、ポン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 、そうですね、そうなんですか、皆さんばっかりなんですよ。後編見たらぜひまた変わると思うので、はい、ぜひ見に来てください。はい、はい、ということでここでちょっとお二人に質問もちょっと聞いていきたいなって思うんですけど、メンバーからいくつか質問を預かっているので、はい、いいですか、質問しても。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあ加藤ゆりやちゃんからの、うちのキャプテンからの質問なんですけど、もしアルビレックス BB で1日アイドル体験をするとしたら
何の活動がしたいですかということで。気になる。気になる、これは。アイドル体験。アイドル体験。いろいろステージに上がったり、ファンの方とお話ししたりとか、いろいろな握手会とか、撮影とか、生写真撮影とか、いろいろあるんですけど。いや、でもライブがしたいです。あ、見てみたいですね。踊ったりとかするんですよね、その。そうですね。大変だと思うんですけど、やっぱり見てくださる観客の皆さんの前で、あの踊るって多分楽しいじゃないですか。すっごい楽しいです。それやってみたいなと思います。そう、見てみたい。それは西田選手はちょっとありますか、はい、やってみたい、ね、僕も一緒に踊りたいなと思うんです。テッサ、さっき第一部、ファン感の第一部でもみんなちょっと恥ずかしそうな感じで、あの僕行ったらキレッキレに踊りたい。ああ、はい、ぜひ次回また機会があったらぜひ、かかとの汗の振り付けを覚えて、ぜひ一緒に踊っていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。そしてじゃもう一ついいですか、これこちら柏倉選手に質問なんですけど、はい、山田のえちゃんからの質問です。あ、キャプテン。あ、そうです、 A チームのキャプテンです。はい、柏倉選手は先日のブースター感謝祭の時にも MC を担当していただいたり、アルビレックス BB さんのツイートのボイスコンテストで大谷選手にええ声芸人と言われていましたが、そのええ声でブースターの皆さんがキュンとしてしまうような萌えキュンゼリフ、やってんだやってんだ言っていただけますかということで。萌えキュンゼリフ、すいません、うちの山田の面接がぶっ飛んでるので。あ、俺こういうの向いてるね。でも本当にいい声だなって、初めて声聞いた時、あのアナウンサーさんみたいな声で、それは盛りすぎですね。びっくりしました。萌えキュンゼリフ、アイドルではよくこういう無茶ぶりとかあるんですけど。なるほど、こういうのもアイドルなんですね。はい、わかりました。なんだろうな、お好きなタイミングで、はい、ブースターの皆さんに、ブースターの皆さんに、はい、キュンとしてしまうような、あ、いい声でお願いします。わかりました。いきます。はい、新潟を熱く応援してくれてる皆さんが大好きです。これからも応援よろしくお願いします。うわー、楽しい。やっぱりシンプルなコメントですごく、はい、あのブースターの皆さんにも伝わったと思います。ありがとうございます。すいません、本当にいきなりぶっ込んじゃって。ということで、ありがとうございました。はい、それでは推しメンが決まったということで、ぜひこの推しメンをきっかけにして NGT48 のことをもっともっと知っていただきたいと思います。私たちも推し選手以外の選手の皆さんのことをもっと知って、これからのコラボ活動をもっと結束力の強いものにしていきたいと思います。以上、推し面を決めてもらおうのコーナーでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで続いて第3クォーターとなる続いてのコーナーいきたいと思います。はい、こちらです。新しいコラボグッズをデザインしようです。イエーイ、すごい嬉しい。はい、これまでアルビ BB と NGT48 のコラボグッズをいろいろと出させていただいてきましたが、やひこちゃんがコラボ T シャツをデザインしてくれたり、はい、こちらです。はい、こちらですね。あの T シャツをデザインさせていただいたんですけど、あのバスケットボールにアルード君と新潟の時をデザインさせていただきました。結構たくさんの方がゲットしてくださって、うん、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからもブースターやファンの皆さんに喜んでもらえるコラボグッズを出していきたいと思いますが、この度アルビ BB のグッズ担当の方から依頼を預かってきました。はい、今度発売するコラボトートバッグのデザインを考えてほしいということで、嬉しい。はい、試合会場や劇場に応援グッズを入れて持ってきてもらえるようなトートバッグを目指しましょうということで、皆さんの手元にスケッチブックとペンがあると思うんですけど、こちらでちょっと自由にデザインをみんなでしていきたいと思います。はい、はい、もしかしたらこの中から本当にこのデザインが使われる可能性もあるので、なるほど、本気で書いていきたいと思います、はい、ということで、
いいですか。これ肝心な色がたくさんあるんですけど、肝心なオレンジがないのか、ちょっとオレンジがないっていうね、あれなんですけど、はい、入っていきたいと思います。それでは早速思いついた方から本人に書いてください。いやもういけますよ、パンパン。本当ですか。トートバッグですよね。トートバッグ、トートバッグにこう描かれるやつですね。トートバッグも描きますか。トートバッグも描く。トートバッグってどんな形ですか。トートバッグ、トートバッグ、トートバッグ、トートバッグ。あ、でもデザインだけでも大丈夫。デザインだけでもいいですか、はい、ちょっとトートバッグが悲惨なことになるんですよ。デザインだけで。あ、難しい。絵は得意な方ですか、お二人は。いや全然です。そうなんですね。めひこちゃん、うちのめひこちゃん結構上手なんですよ。上手なんですよ。まあそうですね、デザインされてますね。そうなんですよ。すごい上手でした、ね、ありがとうございます。どうしてはいのかな。レンニャさん、絵得意なんですか。いや私は本当にでもレンニャさん公演で普段からでも劇場公演でイラスト対決っていうのを鍛えてるので描けます。難しいな。実際になるかもしれないんだもんね。ちょっと待って。色変えたの。これもなんかちょっと反転っぽく。そうそうそう。西田選手ちょっと迷ってますね。迷ってます。これあれですね、描き始めたら黙っちゃいます。そうですね、黙っちゃう。色も使ってもらって大丈夫なので。はい。すごい、やっぱやひこちゃんすごいわ。普段からデザインしてるから。あれって見たきゃよかったな。俺もさっきもパッて覚えちゃった。ヤヒがすごすぎて。これはもうやひこちゃんに任せる。難しいっすよね、デザインって。いや難しいです。早いな、やひこちゃん、もう完成するじゃん。めっちゃ丁寧、線描くのめっちゃ上手。性格出ちゃうんですよね。A 型ですか。AB です。あ、すごい、めっちゃ綺麗に描いてる、丁寧。え、なんか私の見せたくない。え、これ次回も見せないといけないんですか。はい。でも可愛い。出ました。早っ。早っ。え、もっと足した方がいいのかな。じゃなくて、なんか、全部、なんか、ピンしかいい。
私早くない？もう書き終わりました。見えてきた、見えてきた。あおちゃんは絵得意？え、あおちゃんとても苦手とても苦手です。かわいい、かわいい。で、諦めちゃった。お、ちょっと NGT さんにできました。え、早っ。じゃあそろそろ。あ、でももうすぐできますね。待って待って、じゃあちょっと頑張る。あ、西田先生、書き直したんですか？書き直しました。でもめちゃくちゃ丁寧に。もうできます。すごい、西田選手めっちゃ同じところ何回もなぞってる。めっちゃ丁寧。はい、ガチですね、これガチで狙ってますね。じゃあそろそろ、はい、いいですか？いいですよ。いいですか？じゃあ順番に発表していきたいと思います。はい、それじゃあ青ちゃんからいきますか。まだ。あ、大丈夫です、いいですよ。あ、本当ですか？はい、じゃあ西田選手から。あ、じゃあ青ちゃんからいきます。じゃあ青ちゃんからデザインお願いします。はい、私がデザインしたのはこちらです。おー、ちゃんと見てください。見てください。ガシャグラ選手がめちゃくちゃ丁寧。すごい、すごく絵が苦手なんです。いや、でもすごい可愛い。なんかこれあの人なんですよ。バスケットボールの周りにメンバーと選手の方の顔がいっぱい囲んであるっていう。可愛い。でもすごい可愛いデザインですよね。これは羽根、見てました？いや、見てました。それは分かんなくて、ヤギがこれで羽根使ってたから、かわいいデザインです。ありがとうございます。じゃあ次、ヤヒ。はい、ヤヒの、はい、これは期待ですね。これまでもさまざまなコラボグッズを担当してくれてるので、はい、ヤヒコちゃんのお願いします。私がデザインしたのはこちら。すごい、すごい、もう色使いがさ、なんかプロだよね。本当ですか？願いが叶うようにっていう意味を込めて、こう流れ星でこうバスケットボールを星にして描きました。それでこう NGT48 とアルブレックスがコラボしてますよっていう感じで。すごい、これでいいんじゃない？これめちゃくちゃいいですか？嬉しい。こんな感じにしました。ありがとうございます。ありがとうございます。思いもそうですね。で、思いもすごい。ちゃんと願いが叶うようにという思いを込めて、その後に私のを見せるのはすごい非常に出しづらいんですけど、私の描いたデザインはこちらです。あ、じゃん。あ、アルーダ。アルーダくんをバスケットボールに仕立てて見立ててしまいました。それでボールの中にアルーダくんが入る瞬間をデザインしていました。どうですか？アルノくんめちゃくちゃ上手。え、嬉しい。上手、上手。あ、え、合ってます。めっちゃ不安だったんだよね。すごい上手。ありがとうございます。はい、ということで、すごい、ありがとうございます。続いて出しづら、柏原選手お願いします。はい、じゃん。バスケットボールの中に NGT48 さんの48を入れて、で、まあ、バスケットボールは多分オレンジで染めると思うんで、まあ、今回ちょっとオレンジがなかったんであれですけど、で、あのアルビレックス の, あの王冠と、NGT48 さん の, あの可愛らしさをイメージしたリボンをつけて。すごい、すごい、しっかり考えられて、はい、めちゃくちゃ丁寧。めっちゃ丁寧。そうなんですよ。めっちゃ時間かけてました、ね、時間かけてました。すごい、こんな感じです。素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はしょうもないじゃん。最後、西田選手、はい、お願いします。僕はこんな感じです。あの、おでんにちなんで、いや、おでんの具をちょっと半分の48とバスケットボールでちょっと中身の具を変えてみました。でもそれどちらかというと西田選手と NGT48 のコラボグッズみたいな、はい、でもまあバスケット雄大が考えたっていうのがもう一発で分かる。そうですね、デザインで。いや、でも可愛らしい、すごい、みんなしっかり描いてくれて、ユーモアある。ありがとうございます。じゃあちょっと見えなかったかもしれないのでカメラに全部近づけて、こんな感じになっております。
かわいい、うん、はい、ということでこの中からもしかしたら本当に、うん、あのトートバッグのデザインに採用されるものがあるかもしれないので皆さんどんな出来上がりになるのかぜひ楽しみにしていてください。ちなみにコラボトートバッグは7月の販売を目指していますので決定しましたら RBBB と NGT48 から一緒に発表させていただきますので楽しみにしていてください。以上、新しいコラボグッズをデザインしようでした。はい、ということで続いて第4クォーターとなる続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、皆さんお待たせしました。じゃん、かかとを鳴らせよみんなで聞こうのコーナーでーす。やっと、はい、お待たせしました。新潟アルビレックス BB 応援ソングかかとを鳴らせ、いよいよ解禁です。世界で初めてこの曲が流れますので、早速聴いていただきたいところなんですけど、まず最初にあおちゃんとやひこちゃんに曲について少し説明をしてもらいたいと思います。はい、じゃあやひこちゃん、はい、センターを務めるやひこちゃん、どんな曲になっていますか？はい、この曲は今歌詞も初めて出された通り本当に素敵な歌詞で、私もこの歌詞を初めて見た時に自分もすごく結構グッときた歌詞だったので、すごい曲調も歌詞も本当に素敵なので、ぜひたくさんの方に聴いていただいて、たくさんの方の応援ソングになったらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、あおちゃんもお願いします。はい、この曲は本当に応援ソングということで、うん、本当に応援歌なんですよ、うんうんうん、なので今から聴く皆さんはもうあの会場でみんな流れてみんなで歌ってるようなのを想像しながら聴いていただけたらいいなって思います。はい、楽しみにしててください。はい、楽しみです。ということで、メンバーからも、いくつかコメントを預かっていますので読みたいと思います。草壁愛菜ちゃんからのコメントです。私たちにとっても大切な一曲となりました。メロディーも歌詞も爽やかで明るくて聴いていて前向きな気持ちになれるような楽曲です。選手の皆さんの背中を押せるような一曲になったら嬉しいです。ということでありがとうございます。アイニャ見てるかな？見てるって言ってたんだね。アイニャ見てるはい、ということで、はい、続いて小宮山さらちゃんのコメントも読ませていただきます。一人のかかとではたくさん音が出ないから、みんなで一致団結してかかとを鳴らして優勝を勝ち取ろうという素敵な楽曲だなと思っています。まさにワンチームです。ということで素敵なコメントいただきました。はい、ということで柏倉選手と西田選手、いよいよこの後聴いていただきますが、どんな曲だと思いますか？いや、やっぱり柏倉選手ですね。試合会場で流れる曲ということで、はい、まあ、僕たちも試合前とかに聴いて、こうテンションが上がるような曲だと思ってます。大丈夫です、そうなってますそれでは西田選手、はい、あの試合会場で流れると思うので、本当にテッサンも言ってね、盛り上がるような曲であってほしいなっていうのを、本当に僕も好きになりたいので、そういう曲を、はい、期待してます。ありがとうございます。はい、ということで、それではいよいよ聴いていただきたいと思います。それでは曲振りを全員でしたいと思います。新潟アルビレックス BB 応援ソング、かかとを鳴らせ。今ここでかかとを鳴らせ、信じる者の雄たけびが高らかに、かかとを鳴らせ、世の世界の夜空を響かせ。Hey!
て皆さんにも聞いていただきましたが、歌詞はこちらとなっております。先ほども出ていた通り、はい、すごく、励まされるような、試合前に聞いたら、励まされるようなぴったりな曲になっているんじゃないかなと思います。柏倉選手どうでしたか、この曲を聴いてみて。いやー、なんかグッとくるものがありますね。歌詞の中にもあるように勝ち負けが大事だけど、どれだけやりきったかって、なんか本当に勝ち負けも大事なんですけど、自分が全力を出し切ったかみたいなのも一番大事だと思うんで、でみんなが応援してるよっていう、そのなんか文章が、歌詞が、その思いが伝わってくる歌なんで、いやなんか頑張れるなって思いました。すごい嬉しいです。ありがとうございます。西田選手、聞いてみてどうでしたか。はい、掛け声でヘイとかあったり、すごいなんかみんなもリズムに乗りやすいような、はい、感じなので、本当会場のみんなが一体になって盛り上がれるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。本当にその通りで、途中にヘイヘイっていう掛け声があるんですけど、これとかは、今はまだ声は出せないかもしれないんですけど、いずれ会場で披露するってなった時とかに、ブースターの皆さんにもファンの皆さんにも声を出して、一緒に盛り上げてくださったら嬉しいなと思います。はい、あおちゃんはどうでしたか、曲聴いてみて。はい、私もすごい掛け声のあるところが本当に大好きで、先ほども言ったように会場で皆さんと一緒に盛り上がって、もう会場全体が一致団結して、またねシーズンで勝てるように私たちも応援したいなって思いました。はい、はい、たくさん聴いていただけたら嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。センターを務めるラヒは、はい、見てどうでしたか。本当に今言った通り、本当に掛け声とかがたくさんあって、すごく会場も盛り上がるし、この曲を通して選手の皆さんも、アルビレックス BB ブースターの皆さんも、NGT ファンの方も、そしてその他のたくさんこの曲を聴いてくださる方の背中を押す一曲になったらいいなって思います。はい、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。はい、ということで以上、かかとを鳴らせよみんなで聴こうでした。イエーイ、ありがとうございました。はい、ということでここまで第4クォーターまで終わりましたが、続いてが最後のコーナーとなるオーバータイムです。これからのお知らせをしようのコーナーです。イエーイ。はい、ということで、新潟アルビレックス BB と NGT48 のコラボ活動のこれからについてをお知らせをさせていただきます。まず一つ目です。先ほどコラボトートバッグのデザインをしましたが、それとは別にまた新しいコラボグッズを出させていただきます。それが何かと言いますと、私たちがコラボ活動の際に着させていただいています、こちらのアルビ BB ベースボールシャツです。アルビ BB ベースボールシャツのNGT48 コラボバージョンを新たに作っていただけるということで、はい、アルビ BB ブースターの皆さん、 NGT48 ファンの皆さんに来ていただければ嬉しいですし、私たちもこれからの活動でも着用してより団結力を出していきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこちらもコラボベース T シャツはトートバッグと同じく7月の発売を予定していますので、お楽しみにしていてください。はい、ということで続いてのお知らせは柏倉選手からあるということで、はい、よろしくお願いします。はい、2020-21 シーズンでは NGT48 さんがホームゲームに応援に来ていただいた際には、試合前のアップやシュート練習の時間にシャーベットピンクを会場で流していました。で、来シーズンからは先ほど聞かせていただいた新潟アルビレックス BB 応援ソングかかとを鳴らせを流して試合会場を盛り上げていただきます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、NGT48 さんが応援にいらっしゃる試合だけでなく、ホームゲームではいつもかかとを鳴らせを流させていただき、 NGT48 さんから応援を感じてプレーしたいと思います。メンバーの皆さん、よろしいですか。いや、ぜひ、いいんですか、逆に。いや、もう、よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。はい、ということで、ホームゲームの際は毎回流していただけるということで、ぜひこの曲をきっかけにね、アルビ BB のブースターの皆さんにも NGT を知ってもらったり、 NGT ファンの皆さんにもアルビ BB さんを応援するきっかけになったらいいなと思います。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本当にお別れの時間となりました。
最後に今日の配信の感想を聞いていきたいと思います。それではあおちゃんからお願いします。はい、本当は本当はじゃない、本日は本日はありがとうございました。でもなんかこの前の感謝祭と引き続きこうして一緒にコラボする活動ができることが本当にとても嬉しかったですし、またもっとこれからもたくさんも NGT48 メンバーもういろんなメンバーと一緒にコラボ活動ができたらいいなって思ってるので、これからもたくさん応援させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。ではえひこちゃん、はい、お願いします。はい、本当に改めて今までもたくさんアルビレックス DB さんとコラボさせていただいて、今回はこうやってアルビレックス DB の応援ソングを NGT48 が歌わせていただけることになって本当に本当に嬉しいです。この曲をたくさんの方に聴いていただいて、たくさんの方の応援ソングになったらいいなと思います。これからも NGT48 がこのアルビレックス DB さんを一緒に応援して盛り上げていけるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで最後に柏倉選手もお願いします。はい、お二人じゃあ先に感想をお願いします。はい、本当に今日はありがとうございました。応援ソング作っていただいて、本当に来シーズンもこれで頑張れそうだなというふうに思います。僕たちの僕こうやってコラボすることで RPBB のファンが NGT さんのファンになったり、その逆もしっかりで、お互いがこれからも盛り上がっていければいいなと思うので、コロナが落ち着けば僕もぜひライブに行かせてください。ぜひお待ちしてます。頑張ります。よろしくお願いします。それでは最後に柏倉選手も お願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。こうやってコラボの歌を作っていただいて、一緒に新潟を盛り上げていこうっていう、こういいきっかけにもなりますし、アルビのファンが NGT48 さんをこうより知れる機会にもなりますし、逆もアルビ BB を応援してもうすでに応援してくださっている方もたくさんいますけども、さらに応援していただける機会にもなると思うので、本当に感謝しています。で今後この歌を通して同じく新潟を一緒に盛り上げていけるように頑張りたいと思いますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後にいいですか、ちょっと僕たちから、NGT48 さんにちょっとプレゼントをお願いしてきたので、聞いてない。今シーズンの、選手全員の、サインすごいボードでもちょっとそんな嬉しい、ありがとうございます。いいんですか、ありがとうございます。ありがとうございます。楽屋に飾ります。うわすごい、すごい、全員の選手のサインですか。すごい、そうですね。めちゃくちゃ豪華なプレゼントをいただきました。ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しい。すごいよ、みんなめっちゃ喜ぶね、ありがとうございます。はい、ということで、素敵なサプライズもあったところなんですが、今回は私も一人の進行ということですごく緊張していたんですけど、お二人のコメント素晴らしいコメントもあって、素晴らしかったです。私も助けられました、ありがとうございました。はい、ということで、アルビ BB NGT48 ブースター感謝祭オーバータイムかかとを鳴らせ、ご視聴いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これからもぜひアルビ BB の応援と NGT48 の応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひかかとを鳴らせもたくさん聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。